東海道新幹線の酒の車内販売が9ヶ月ぶりに再開されます。JR 東海によりますと、新型コロナの感染拡大などで1月21日から中止していた東海道新幹線の酒の車内販売を今月25日に再開します。これまで軽食やソフトドリンクの販売は続けていましたが、今の感染状況などを受けて再開を決めたということです。